米大リーグのエンゼルスは26日、日本時間27日、シカゴで行われたホワイトソックス戦に0対7で敗れ、今季96敗目、63勝。球団ワースト記録はカリフォルニア・エンゼルス時代の1968年、80年に記録した95敗だったが、44年ぶりに更新した。大谷翔平投手が昨季限りで退団。 主砲マイク・トラウト外野手の長期離脱などもあり、苦しい戦いを強いられた。0対0の5回、ホワイトソックス打線がこの回だけで7安打を放ち、エンゼルス先発のアンダーソンを敬 o 大量7点のリードを奪った。エンゼルスは6安打を放つも得点を奪えず、完封負けとなった。これでホワイトソックスに対し、エンゼルスは3連敗となった。二刀流で活躍し、 2度の MVP を獲得した大谷が昨季限りで退団今季はワシントン監督を新たに迎えたが主砲のトラウトが左膝を負傷して早々に離脱左膝手術で全球となっていた左腕サンドバルもトミー・ジョン手術を受けるなど主力にけが人が相次ぎネト、オホッピー、アデルら期待の若手が20本塁打をマークするなど奮闘したが10年連続でプレーオフ進出を逃していた 一方、勝ったホワイトソックスはシーズン120敗を記録しており、あと1敗で1901年以降ではワーストだった1962年メッツの記録を更新することになる。このカードではエンゼルス相手にスイープ、意地を見せた。